ディシディア・ファイナル・ファンタジー、ディシディア・ファイナル・ファンタジー、ジッシやア・ファイナル・ファンタジー、略称、DFF などは、スクウェア・エニックスより2008年12月18日に発売されたプレイステーションポータブル専用のアクションゲームである。開発は、キングダム・ハーツシリーズなどを手掛けた野村哲也を中心とするチームが行っており、ファイナル・ファンタジーシリーズ以下、 FF に登場した歴代のキャラクターを操作し、1対1で戦う 3D のアクションゲームとして、作品の垣根を越えたクロスオーバー作品として、シリーズ誕生20周年を記念して制作された。PSP のアドホックモードや PlayStation 4を介したネットワーク通信機能である、アドホックパーティーを用いた対戦が可能であるほか、すれ違い通信を利用して、 ゴーストと呼ばれるキラクター AI を交換できる機能が盛り込まれた。これにより見知らぬプレイヤーとの対戦が可能となっている。ストーリー展開は光と闇の双方の神々によって異世界から召喚されたシリーズキャラクターたちが両陣営に分かれて戦うものとなっており、初代 FF から FFX までの10作品の登場、キャラターが両陣営に1名ずつ配され、 f f x と f f x e からも隠しキャラクターとして1名ずつ登場する。この総勢22名が操作可能なプレイヤーキャラクターである。物語は光の陣営の10人の戦士がクリスタルの力に導かれカオスを倒すまでを描いている。本作の日本国内の販売実績は発売週初動で約50万本累積で 約95.4万本に達している。初動50万本及び2009年2月2日時点の累計84.7万本は日本国内の PSP ソフトの初動及び累計で共に第3位当時の記録となる。2009年11月1日にはバージョンアップ版であるディシディアファイナルファンタジーユニバーサルチューニングが発売された。またディシディアシリーズ第二弾として ディシニア・デュオデシム・ファイナル・ファンタジーが2010年9月に発表、2011年3月3日に発売されている。元々のシリーズが RPG であることからアープグと対戦アクションゲームを足したイメージで開発されており、キャラクターの成長要素に比重が置かれているところが、通常の対戦ゲームと異なる点であ、RPG である従来シリーズとは一線を画した作品であり、 そうした点を強調する意味も込めて、ジャンル名には、プログレッシブアクションという名称が用いられた。タイトルに付けられたディシディアとは、ラテン語やギリシア語で、移設などを意味する中性名詞ディシディアムの複数、主格、体格形である。その名が示す通り、世界観は本作オリジナルのものとなっており、舞台は本作のオリジナルキャラクターである、調和の神。 コスモスと混沌の神、カオスが、幾千年も争い続けてきた世界とされる。戦闘部分は、キングダムハーツシリーズ、以下、KH の発展型であり、ボタン操作一つで、壁や柱を自在に駆け上がることができ、3D を生かした360度の空間を使った、空中アクションが可能とる。コスモス陣営に属する、プレイヤーキャラクターには、思い入れのあるファンも多いため、 好きなのに扱えないといったことが起きないように操作を比較的容易に設定しており反対にカオス陣営はコスモス陣営以上に強い個性をつけており黒音好みの癖の強い操作性のキャラクターが多い各キャラクターは戦闘で経験値を稼ぎレベルが上がるごとに成長しレベル100まで育てることができるさらに装備やアビリティを変更することにより 各キャラクターの能力値や特性をカスタマイズできる。本作のメインモードとなるストーリーモードも通常の対戦ゲームと異なり物語性の強いものとなっている。ストーリーモードではコスモス側のキャラクターごとに別々のシナリオが用意され、訪れる場所や出会う仲間や敵、難易度なども異なる。ステージは神が登場人物を動かす。 神目線のイメージで開発されており、チスの盤面のようにマスで区切られたフィールドを基盤とする。盤上には宝箱やポーションなどが配置されており、キャラクターによって盤面のデザインや構成も異なる。移動は自身のキャラクターの形を模した駒を進める形式で行い、敵の駒と隣接すると、エンカウントで戦闘、ロスの駒などが待つ、目的地まで到達すると、 ステージクリアとなる。なおカオス側には、ストーリーモードはないが、コスモス側のストーリー中でその動向が語られている。真のエンディングに到達するには、全キャラクターのシナリオをクリアする必要がある。開発元が意図した本作のターゲット層は、FF シリーズのファン及び、対戦アクションファンであり、試算した平均プレイ時間は、ストーリークリアまでが40時間。 やり込み要素を加えると100時間以上である。ゲームをクリアすると、隠しキャラクターが登場する2つのシナリオと、最高難易度のシナリオ、インワードカオスが新たに使用できるようになる。また、デュエルコロシアム、レポートと呼ばれる2つの機能が開放される。デュエルコロシアムとは、ストーリーモード、クイックバトル、通信モードに続く、本作の4つ目のモードであり、 カードゲームの形式で場に出されたカードを選択し、カードに描かれた敵と次々に対戦していく。レポートは BGM などを聞くことができるミュージアムの中に表するテキストデータである。コスモスレポート、カオスレポートの2種類からなり、それぞれ10種類、合計20種類のレポートで構成される。その他、本作では対戦の経過をメモリースティックに録画し、 さらにその映像を編集することができる。編集ではカメラアングルなども詳細に設定でき、通常戦闘では見られないような角度での再生も可能である。戦闘は1対1の対戦となり、攻撃によって相手の HP をゼロにした時点で勝利となる。戦闘ではシンプルなボタン操作で様々な攻撃技を容易に発動でき、技の種類は HP にダメージを与える。 HP 攻撃とブレイブポイントを奪い取る、ブレイブ攻撃の二つに対別される。ブレイブポイントとは攻撃の威力を表す値であり、本作の戦闘で重要な役割を果たす。これは固定値ではなく、ブレイブ攻撃のヒットによって増減し、HP 攻撃を当てることによって貯めたポイントをすべて消費して、その分のダメージを敵の HP に与えることができる。 敵のブレイブポイントを0以下にすると、相手はブレイク、ブレイク状態となり、バトルマップにプールされたブレイブポイント、マップブレイが自キャラクターにボーナス加算され、攻撃力が著しく上昇する。このため、ブレイク状態からの HP 攻撃は相手に大ダメージを与えることが可能であり、ブレイブポイントの奪い合いが勝敗の決め手となる。 ブレイブポイントを上手に活用することでレベルの低いキャラクターが高いキャラクターに勝利することも可能となる。敵を攻撃すると得られる EX フォースと戦闘ステージに現れる EX コアを集めることで EX ゲージと呼ばれる値が溜まっていく。この EX ゲージが満たされると EX モードが発動可能になり発動することでキャラクターごとに固有の変身や クラスチェンジなどを行う。変身中は体力が少しずつ回復するほか、能力値の上昇など、各キャラクターごとに設定された様々なプラス効果を得られ、外見の印象も大幅に変化する。また EX モード中に HP 攻撃をヒットさせると画面上にコマンドが表示され、それを入力することにより強力な超必殺技である EX バーストが発動する。 EX バーストは各、キャラクターごとに固有の技が用意され、原作で馴染みのある特徴的なものが多い。また、EX バーストが成功すると同時に、EX モードは解除される。1キャラにつき1種類のみ装備できる召喚石を使用することで、召喚銃を1戦闘につき、原則1度のみ召喚できる。使用方法は召喚銃によって条件を満たしたときに、 自動的に発動か手動での2通があり、効果は各召喚獣によって違うが、基本的にブレイブポイントに採用し、HP に直接打撃を与えるような効果はない。50種類以上の召喚獣が登場する。戦闘はストーリーに沿って敵と戦ってゆく、ストーリーモードの他に、戦闘のみを行う、クイックバトル、通信対戦が可能な通信モードなどでも行える。 クイックバトルなどで育てたキャラクターのレベルはストーリーモードでも引き継がれる。シリーズファンの主体がアクションに不慣れな RPG ユーザーであることも考慮し、RPG のように戦うなどのコマンドを選ぶだけでオートで戦闘がなされるコマンドバトルの機能も盛り込まれている。レベル性を採用しキャラクターを育てる RPG 的な点に比重が置かれた本作では、 様々なカスタマイズ要素が用意されている。装備品は4種類、武器、手防具、頭防具、体防具のアイテムと最高10個まで装備可能なアクセサリーに分類される。この他、基本的に1戦につき1回だけ使用可能な召喚石も装備できる。また、攻撃や各種サポート、移動能力のアップなどを提供する、アビリティ付け替えも行える。アビリティの装備には、 キャパシティポイント以下 CP と呼ばれるパラメーターが必要となる。アビリティはレベルが上がると覚え、装備したアビリティには戦闘で得られる。アビリティポイント以下 AP が蓄積される。AP が一定量に達するとそのアビリティをマスターし、装備に必要な CP が軽減されるほか、マスターしたアビリティから派生アビリティが発生することがある。なお攻撃アビリティは、 攻撃の種類、ブレイブ攻撃と HP 攻撃及び、自分の位置、地上と空中による4種類のカテゴリーのそぞれに、パッド入力方向による3つのスロットがあり、計12個まで装備できる。戦闘中に一定条件を満たすと、アクセサリーが生成される、バトルライズや戦闘回数などの特定条件をこなす、ミッションが存在する。これらを達成することで、レアアイテムや、 レアアイテムとトレードするための素材が入手できる。また、各キャラクターには、アナザンォームと呼ばれる衣装などが異なる別モデルが存在するはゆるに P モデルにあたる。こうしたアナザンォームや戦闘 BGM は戦闘で得られるプレイポイント以下 PP を貯めてゲーム内の PP カタログで購入していく。アナザンォームは通常は 同キャラクター戦での相手側のカラーとして登場するが、購入することで、自ら選択できるようになる。クリア後に解放されるデュエルコロシアムでは、戦闘に勝利すると、カードの強さに見合ったメダルを得られ、メダルはレアアイテムや、レアアイテムを作る素材との交換が可能である。本作は、レベル100まで育ててからが本番であると開発者が、語る通り、 最強の装備を揃えるなどのカスタマイズ要素が楽しめる。特にストーリーモードの存在しないカオス陣営のキャラクターについてはこのモードで育てることが推奨されている。なお、このモードや最難度のインワードカオスでは育成できるキャラクーの最大レベル100を超えた最高130レベルの敵も登場する。通信対戦は PSP の無線 LAN 機能を利用した。 アドホックモードに加え PS3 を介してネットワーク経由で見知らぬ人と対戦が可能なアドホックパーティーにも対応している通信モードで重要なのがフレンドカードと呼ばれる機能であるフレンドカードにはメッセージの他にゴーストと呼ばれる自身のプレイ方法を学習したキャラクター AI とプレイヤーアイコンを登録できるプレイヤーアイコンはシリーズファンに 馴染みの画が250種類以上用意されている。通信モードでは、オンラインロビーに入ることで、自動的にロビーにいる姿とフレンドカードが交換され、対戦したい相手のフレンドカードを選び、対戦を申し込む。戦闘前に、ハンディやルールなどを決めることも可能である。一度交換したフレンドカードは、通信を切っても、最大50枚まで保存され、非通信時でも交換した。 フレンドカードに付加された相手のゴーストとの疑似対戦を自由に行うことができる。フレンドカードは PSP のすれ違い通信を使っても交換が可能である。また、通信対戦では人から人へ渡っていくアーティファクトと呼ばれるアイテムを稀に入手できる。このアイテムは名前を変更できるリネーム機能があり、リネームする際に特殊効果が変化することがある。 多くの人を渡り歩いたアイテムほど優秀な特殊効果が得られやすく、これまでの所持者とリネームの変歴も確認することができる。プレイヤーキャラクターは総勢22名であり、フェから FFX までの10作品から2名ずつ隠し、各種プレイヤーキャラクターとして FFXC と FFXC から各1名ずつ登場する。なお、FFX 以降の作品は、 DDFF 発売当時は未発売だったため登場しない。基本的に、プレイヤーキャラクターは、調和の神、コスモスと混沌の神、カオスのどちらかの陣営に属する。原則、コスモス陣営は、原作の主人公、カオス陣営は、主人公と因縁がある人物、主に原作のボスキャラクターで構成される。ストーリーモードが存在するのは、コスモス陣営のみであり、 カオス陣営は前日の PP カタログでキャラクターを購入することで、クイックモードなどで使用できるようになる。キャラクターの性格や設定は原作とほぼ同一であるが、出生やキャラクター同士の関係などの細かな点については、本作オリジナルの調整が加えられている。ゲームの舞台は、秩序の神コスモスと混沌の神カオスと呼ばれる光と闇の煮込みが、 いく千年も戦い続けてきた世界と設定されている。これは FF シリーズの根本的な世界観を崩さず、原作のキャラクターたちが戦う理由としてもわかりやすい点から採用された。各キャラクターたちは別の次元から神々によって召喚されており、また世界そのものも同様に別次元から引き寄せられた要素の集合体とされる。そのため戦闘マップも 各原作のラストダンジョンを中心に、馴染みの深い場所が再現されている。ゲームを進めていくと、この世界は、秩序と混沌を戦わせることによって、カオスが生まれながらに持っていた、混沌の力を育て、カオスという究極の兵器を生み出すために、大いなる意志によ作られた世界であったことが明かされる。片方の神が破れると、大いなる意志と契約を交わした、神竜が全てを巻き戻し、 神々や戦士たちはよみがえり、また戦いを繰り返すことで力を増していく。その輪廻を何千年も続けてきたのが、今の世界であると物語の終盤で示される。最初からクライマックスの雰囲気を出すため、物語はコスモスがカオスに破れ、コスモス側が窮地に陥った場面から始まる。コスモスは世界を救うための鍵として、クリスタルを手に入れるようにと、 わずかに生き残ったコスモス側の10人の戦士に促す。10個のクリスタルを集めることで、世界を救う希望が生まれるとのコスモスの言葉を信じ、各キャラクターたちはクリスタルを探すために行動を開始する。各キャラクターの個別シナリオは、各々がクリスタルを手に入れるまでを描く。仲間と共に行動する者、単独行動を取る者など、オムニバス形式で並行して、物語は進行していく。 各キャラクターたちは、それぞれの心に迷いや悩みを抱えており、それを劇中で克服し、シナリオの最後で同一原作のカオス陣営の戦士と戦い勝利することでクリスタルを手に入れていく。十人のシナリオをすべて終えると、カオスとの戦いが待つ共通シナリオが出現する。このシナリオの冒頭でコスモスは死を迎える。それは、これまでのような神竜の力によって、 すぐに復活する、狩り始めの死ではなく、完全なる死であった。クリスタルの正体はわずかに残ったコスモスの調和の力そのものであり、それを手放したことにより、コスモスが完全なる死を迎えたのだと知った戦士たちは、コスモスに託されたクリスタルに、カオスだとを誓う。コスモスの完全なる死は、カオス陣営にも異変を生じさせる。タとなる。 存在の神コスモスを失ったカオスは、その悲しみと、虚しさから、己、諸とも世界を滅ぼすことを決意する。カオスと対峙したコスモスの戦士たちは、最終決戦に挑み、勝利する。平和になった世界を見届けると、コスモスの戦士たちは、それぞれの世界へと戻っていく。最後に残ったフェの主人公、ウォーリア・オブライトが、 クリスタルを手に遠くに見える城へと向かって歩いていくシーンで本作はエンディングを迎える。このシーンは FF シリーズの第一作であるフェのオープニングシーンと同じ構図であり、本作の最後の場面がフェの世界であり、物語の始まりであることを示している。本作は野村哲也が企画、立案を行っており、クリエイティブプロデューサーとして一歩引いた立場で、 ゲーム全体のプロデュースやサポート役も務めている。野村には2001年から PS2 用に,に考えていた対戦ゲームの企画があり、スクウェア・エニックスが FF シリーズ20周年記念作品としてお祭り的な要素のある作品を検討していた中で、この野村が温めていたアイデアと若手スタッフの新しいことをしたいという意見とが結びつき、本企画が誕生した。 キャラクターが集まって戦うというコンセプトは、もともと KH で使う森だったが、ディズニーキャラクター同士が戦うのは良くないと判断があり、企画が KH から FFA とシフトした経緯がある。太陽騎種は画面分割をせずに 3D 対戦ができるという点から PSP が採用された。企画は2005年秋にまとまり、 プロジェクトとして始動したのが2006年1月頃となる。開発期間はおおよそ2年。開発は当初の想定よりも長くかかり、発売は20周年ギリギリ、正確には21周年当日の2008年12月18日となった FC 版 FF1 と同じ発売日。開発チームは機の戦闘シーンを担当したスタッフを主軸に構成される。 開発前半期にコンセプトディレクターとしてチームの取りまとめを担った塩川洋介は過去に KH などを担当してた。プランニングディレクターとしてバトル全般のディレクションをした高橋光則は KH、KH2 ではボス戦などを任されていた。シネマティクスムービークリエイティブディレクターとしてムービー全般のディレクションを行った野添拓氏は過去に FF7AC。 KH などに関わった。メインプログラマーの池田隆史氏は過去に KH などを担当している。本作の開発には若手スタッフにチャンスを作ろうという意図があったことも関係して若手スタッフが多いのも特徴。ゲーム全体のディレクションは素晴らしき。この世界でプランニングディレクターを担った荒川健がシニアディレクターとして担当した。そして そんなチームに開発を任せつつ、プレッシャーを与える役を担うのが、本作の最年長スタッフとなるプロデューサー北瀬、京班である。スタッフには、一ユーザーとして、FF をプレイしていた思い入れが強い世代が多く、その結果として、原作をリスペクトした、深いネタが多く盛り込まれることになったという。中でもヘルプメッセージは、歴代のキャラクターたちが、 当時の画像と共にそのキャラクターの口調で説明する形式という非常に凝ったものとなっている。制作にあたっては統一感を図るため歴代 FF をすべてプレイし直している。原作内で情報が少ない5以前のボスキャラクターについてはファンサイトなどを調べファンの思い入れを崩さないように配慮されている。原作の忠実な再現にもこだわりソフトの対象年齢が上がることを知りつつも 野村の判断により、不備の衣装を身につけていないトランスタイのティナを登場させた。こうした原作をリスペクトする開発様式については、ディズニーという原作がある、KH シリーズのスタッフが主軸であったことがプラスに、働いたという。キャラクターデザインは、これまでのシリーズ作品の多くで、キャラクターデザインなどを手掛けてきた、天野義隆の原作発売当時の原画と、 ゲーム中に登場する絵を融合させ、新たに全キャラクターを野村哲也が描き起こした。天野義隆はサントラのパッケージなどにも使用されたコスモス陣営とカオス陣営のメインビジュアルのイラストレーションを担当している。声優については、既存作品で日本語ボイスがあるキャラクターは一部の例外を除き原則同一声優が続投している。このか。 日本語版のナレーションには、俳優の菅原文太が起用された。メインコンポーザーとして、石本武晴、アレンジャーとして、関戸剛、し、鈴木光人らが加わり、スクウェアエニックスの現役スタッフが担当している。本作のコンセプトに合わせ、フェから f f x e までの歴代シリーズの曲がまんべんなく、使用されているのが特徴であり、エンディングでは、野村の発案により、 10作品の BGM のメドレーが使用された。テレビ CM30 秒ではあの音が流れてきたら嬉しくないわけないだろうとのコピーが使用され懐かしい BGM を聴くことができる点も本作の売りのつとしている。オリジナルサウンドトラックでは新規楽曲18曲に加え本作で使用された歴代のシリーズの人気楽曲アレンジ25曲。 原作オリジナル11曲が収録されている。また、本作の新楽曲として、カナダ出身の6人組のロックバンド、You Are Favorite Enemies 以下、y o u が歌う、英語歌詞による挿入歌、コスモス、カオスが使用された。作曲は石本、作詞は、y o u のボーカリストであるアレックス・フォスターが担当している。男女のツインボーカルである点が y o u の起用要因であり、 コスモスをイメージしたコスモスは女性ボーカルがメインラスボス戦で使用されるカオスをイメージしたカオスは男性ボーカルがメインとなっている。なおゲーム内ではサントラ収録曲以外の原作曲も多数収録されておりそうした楽曲は前述のゲーム内の PP カタログで開放することで BGM として使用可能となる。E3 が2007年から イベント規模を大幅に縮小したことを受けて、野村の意向により2007年、2008年ともに E3 での初出映像などは作成されず、情報公開は日本語版が発売されるまでの期間は、日本内を優先して行われていた。北米向けの公式サイトは日本語版が発売された2008年12月18日、当日に開設され、欧州向けのプロモートは2009年5月から、 本格化した。同月14日には、ソニーコンピュータエンタテインメントアメリカ、セアから PSP-3000 多動今版の存在とともに、北米版の発売日が公表され、6月に開催された北米最大級のゲーム見本誌、32009は、北米市場向けの私有の場となり、同時に、北米向けの新たなもトレーラーも公開された。欧州版の公式サイトは、 同月29日に開設され、A、独、西、フツ・イ・ロの6カ国語対応となってい。また同日には、北米向けに、北世系ファン名義で、実施時やファイナルファンタジーデベロッパーブログが開設され、開発スタッフによる開発秘話の掲載がスタートした。発売直前の同年八月に、ドイツのケルンで開催された欧州最大のゲームゲームスコムは、 欧州市場向けの私有の場となった。日本ではスクウェア・エニックスより2008年12月18日に発売された。なお本作は FF シリーズ初のセロレーティング C15 歳以上対象の作品となる。これはティナがトランス厳重化した際のビジュアルが理由とされる。売れ行きが好調であったため、 当初は続編について期待する声も聞かれていたが、野村は構想はあるものの、現時点では続編の予定はないとインタビューに答えていた。2009年11月1日には、ディシリア・ファイナル・ファンタジー・ユニバーサル・チューニングが発売された。これは、北米と欧州で発売されたバージョンをベースとしており、変更点としては、キャラクターの性能の調整や新たな技の追加のほか、 新モード、アーケードモードやデュエルコロシアムの最高難易度コースといったさらなるやり込み要素の追加などが挙げられる。オリジナル版からセーブデータを引き継ぐこともでき、その場合は4種類の引き継ぎパターンの中から選択することとなる。なお、音声は全編英語であるが、オプションでバトル時のみ日本語音声に切り替えることが可能。2010年9月には、 ディシディアシリーズ第2弾として、ディシディア・デュオデシム・ファイナル・ファンタジーが2011年に発売されることが発表された。シリーズ上は続編であるが、物語上では、本作で断片的に語られた12回目の戦いを描いている。本作に登場するキャラクターに加え、新たなキャラクターが多数参戦し、また新システムも追加されている。 2010年9月16日より、プレイステーションストアにおいて、オリジナル版のダウンロード配信が開始された。発売前の評価として、2008年10月の東京ゲームショー2008に出展された、未発売作品を対象とした、日本ゲーム大賞2008、フューチャー部門において、受賞作品の一つに選出された。また、各種雑誌レビューにおいては、週刊ファミ通の、 クロスレビューにおいて10、9、9、8の36点と採点され、35点以上のソフトが対象となるプラチナ堂入りとなった。電撃、プレイステーションでは90,95,85,85の355点と採点され、また同士のバイヤーズガイドにおいては S、A、B、C、D、E の6段階での A 評価とされた。 ゲーマガでは、FF20 周年、対戦アクション、キャラ育成、懐かし BGM に興味がある人に推薦できると、している。発売後の評価では、ファミ通 p s p p s 3では50時間ほど、プレイした後でのレビューとして、FF 度、シナリオ、操作性、爽快感、やり込み度の5項目について5点満点の5点と、評している。ゲーウォッチでは、 FF ファン向けのソフトである点は否定できないとしたものの満足度の高い良作であるとレビューしている。発売から3ヶ月間のユーザーの得票を集計した週刊ファミ通のユーザーズアイでは147票が集まり平均は9.05点となった4点以下1票5から7点11票8点以上135票また 2008年発売のソフトを対象にファンの投票を参考にして審査を行うファムズ・アワーズ2008において優秀賞11作品の中の一つに選出された。2008年クリスマス時下前週12月15から21日に発売された本作は発売日には朝から長蛇の列ができる店も見られた。初動発売週の売り上げは約50万本に達し、 週刊ランキングで1位となったエンターブレイン発表50万3723本アスキー総合研究所発表49万6178本メディアクリエイト発表48万9000本発売当時の日本国内の PSP ソフトの初動としてはモンスターハンターシリーズの MHP2G、MHP2 に続く歴代3位の売り上げであった 初動が好調だった理由として、メディアクリエイトでは、FF シリーズのファンに対する、訴求力が強かったことが要因であると分析している。また、発売月である2008年12月の月間ランキングで1位、翌2009年1月の月間ランキングでも連続1位となったエンターブレイン発表。2008年の年間ランキングでは、エンターブレイン集計で12位、集計期間。 2007年12月31日から2008年12月28日、アスキー総研集計においては、発売から4日間の売上で16位。集計期間、7年12月31日から2008年12月21日にランクインとなった。アメリカでは2009年8月に発売され、NPD グループの調査では、発売月に13万本を売り上げたと記録されている。 2010年9月時点での全世界累計出荷本数は180万本を突破している。参考文献に記したものについては、書籍名、雑誌名を省略形式で記述。ソース、発言者を明確にするため、通常記事と開発者発言、インタビューについては別記載。複数号からの出典があるものに限り記載。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。